シリーズ映画、えー、一人の監督一人の俳優の作品で、まあ、時間がないから1本だけ見るとしたらどれを見たらいいかをあの客観的に考える保的映画生活この1本、えー、今回は二宮和成出演作品です総合情報サイトの All About「オールアバウト」が去年500人を対象に「あの最も演技がうまい歴代ジャニーズ」っていう投票をしたんですね。あのその結果は 4位が木村拓哉3位が草薙剛2位が岡田純一そして1位は二宮和也、まあ、は世間的な評価ではジャニーズで一番演技が上手い役者ってことですね。ただその割にですね主演した映画っていうのはこの4人の中で最も少なくて12本それから主演したドラマも10本、えー、ほぼ2年に1本のペースです。 これはおそらくその嵐があの CD を最もセールスしたグループでライブとか音楽活動に時間を取られてドラマや映画に出る時間がなかったからなんじゃないかと思うんですが今回はそんなジャニーズ屈指の演技上手なのに出演作品が意外に少ない二宮和也出演作品主演作品。 です実は僕はあの去年の正月フジテレビで放送されたスペシャルドラマ「潜水艦カッペリーニ号の冒険」で、えー、主演の二宮和也君と、まあ、1ヶ月にわたって一緒に仕事をした、えー、ので、まあ、そう明かしたからにはここからあのくんづけで呼ばさせていただきたいと思います。あのただしその仕事中僕二宮君と もうプライベートな会話は一切してないのでここからお話しする情報っていうのはテレビでとかネットで得た情報です。 えー、二宮君は <laughs> 1983年東京都葛飾区生まれ子供の頃は小学校の頃は野球少年だったそうですこれは本人がテレビでも何度となく話してる話ですけれどもあのデビューのきっかけは年上のいとこがあの写真を撮って勝手にジャニーズ事務所に送ったことである日そのジャニーズ事務所からオーディションの通知が来てで本人はまあ野球の試合に行くつもりだったんだけどお母さんがめったにない機会だから、えー、行ってらっしゃい行って帰ってきたら5,000円あげるから。 みたたいなこと言っ5,000円欲しさにそのオーディションに行ってあの行ったら別にあの受かろうなんて気はさらさらないんで、まあ、隅でポケッとしてたらジャニー喜多川さんが寄ってきて「言うなんで踊らないの?」って聞いたんでジャニーさんに「もう俺はここに来たらゴールなんで気にしないでくれ」って。 言ったんだそうですねでこの人を送った答えが気に入られたのかそのオーディションに見事合格して彼はレッスにに買うようよなります1998年14歳の時に TBS のスペシャルドラマ「松本清張原作の天城越えで」で主演を務めてあのかなり注目を集めます。があの将来は演出家とか監督とか裏方になりたいと思っていた二宮君は嵐としてデビューする直前にまあ一切 年上学年2つ上の二宮あ桜井翔君、えー、この桜井君も実は高校出たらジャニーズやめようと思っていたので2人でジャニーさんのところにですね、えー、僕たちをデビューさせないでくださいって頼みに行ったんだけどあいにくジャニーさんが留守だったんで、えー、紙がなんかで書き置きしていこうと思って紙探してるうちにそのジャニーさんがあの送ったとおぼしき。 えー、ファックスを見つけるんですねでそのファックスに今度デビューするグループの名前は「嵐で行こうと思います」って書いてあってもうこの2人は「嵐ださ俺たち嵐かよ」ってがっくり肩を落として帰ったんだそうですまあでもとにかく1999年に嵐としてデビューし,します、えー、二宮君16歳の時です2003年19歳の時にあの二宮君は世界的演出家蜷永幸雄があの監督した、えー「青の炎」という、えー、この映画にあの主演に抜擢されます これはあの血のつながりのない父親が母親につきまとって暴力を振るんでその父親は完全犯罪で殺してその犯罪を嗅ぎつけて同級生もまた完全犯罪で殺してしまうっていうあの高校生の難しい役だったんですけどこの役を二宮君はまあ今見ると今とほとんど変わりがないもう非常に完成度の高い演技で演じています。 この映画で入宮雅子を痛く気に入った二ノエが二宮ゆき雄は翌2004年に渋谷のあのシアターコクーンで上演された渋谷から遠く離れてという演劇芝居に入宮雅子を起用します。あの前にあの木村拓哉は二宮ゆき雄に鍛えられたっていう話をしましたけど、この映画と舞台の両方で二宮ゆき雄 から、がっつり鍛えられた、あの、ニナ・君も、また、ニナがもんって言えると思います。ニ宮ニナ君は、この、えー、シネプラから遠く離れての舞台の時に、ニナ・ニナからダメ出しをされて、で、その、出されたダメ出しに対して、入って素直に答えられなくて、まあ、その、パターンもあるわけね、みたいな、感じで、ああ、なるほど。 <laughs> 答えたら二宮あの二長兄が激怒してで劇場中,中追っかけましたっていう話が残ってますね。でさらに2005年、えー、北の国からの、えー、大脚本家の、えー、倉本宗が書いたこの優しい時間2005年に富士で放送されたこの優しい時間という、えー、ドラマで、えー、主演してこの、えー、自分の過失で母親を死なせてしまって でその北海道のフラ野のすぐ北にある美英町っていうところで陶芸家にの修行をしているその翌年の2006年に出演したのがこのクリント・イーストウッド監督の「伊予島からの手紙」。<music> この映画がまあ一番大きなな転機にりました去年の暮れに TBS で中井正広の「金スマ」で中井くんが病欠していた時に代わりに MC 役で出た二宮くんがこの映画に出演した時のオーディションに行った時の気持ちをあのこう語っていました受かるという目的よりクリントリー・ストウッドに会ったということをバラエティで喋ろうと思っていた、えー、会ってこんなこと言われたということをバラエティで喋れば5年はいけると思った。 <laughs> まあ、いかにも二宮君らしい話なんですがあのこれ実際にオーディションに行ってみたらその場に監督がいなくてカメラだけが置いてあって置かれたカメラの前で演技をしろって言われたので、まあ、監督がいないならいいやな,なんて感じで、えー、すごい短い場面を演じてで帰ろうとしたらその現場にいた人からそんな短いんじゃちょっと分かんないからもうちょっと長い場面を演じてくれって言われたら二宮君はいいいや僕はもうこれでいいですっっっって言って言帰っちゃったんだそうですよそしたらこのやり取りはその演技だけじゃなくてやり取り全部が録画されていてそれを見たクリント・イス・トー がもう感心してこんなやる気のない子は珍しいこの役にぴったりだって言ったんだそうですねあのまあ、そもそもオーディションなんてもうやる気の塊みたいなやつが集まってくるところですからその場でやる気がないなんてむちゃむちゃ目立ったんだと思うんですよ映画伊予島からの手紙というのは主役はまあその伊予島の守備隊長を演じた渡辺謙ということになってますがもう物語上の主役は実際は二宮君です。 あの二宮君があの演じた西郷っていう兵隊っていうのは内地でパン屋をやってるって設定だったんですけどもこのパン屋っていう役がま,あまずアメリカ人も分かりやすいまあいかにも主役らしい設定だと思うんですけど彼はもう祭司に会いたいがために硫黄島にいても戦場から逃げて逃れて戦いから逃れて逃げ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 まくって最後まで戦わないっていう。 えー、役でした戦う意欲ゼロもう何とか生き延びようとするというこの戦争の悲惨さをえ描いてこの映画のテーマをたい最も体現した重要な役です、えー、この役っていうのはまあ戦う意欲があっちゃダメとにかくやる気がないことが重要な役だったんですけどもあのクリート・イスト,リートこの・ウッドは二宮君のキャラクターとこの役がぴったり一致することを一目で見抜いたんですね。まあ っていうか、二宮君が、この役はそのやる気のなさをプレゼンテーションしなきゃダメだっていうことを見抜いていたということができるかもしれません。伊予島からの手紙というのはアメリカ映画なんですけども、完全に日本人の視点から描かれていて、セリフは全部日本語です。同じ用途の、戦闘、アメリカ側の視点から描いた父親たちの政治を規定だと、同時にセットで、同監督、同時期にセットで撮影されて、あの、されたんですけども、出来はこの伊予島からの手紙の方が良くて、だから。あの、アカデミー賞、作品賞にはこの伊予島からの手紙が。 ノミネートされて受賞こそ逃してますけどもアメリカの評論家の評価も非常に高くていろんな賞を受賞してますそして日本でもその年の「キネマ旬法」のベスト10で父親たちの政治をきっとセットで1位2位2になってますねここまでのエピソードで見られる通り二宮君の特徴っていうのは熱さというものが全く感じられない人をしのけて前に出るということなんてことが決してないナイーブな眼周にあると思います。こ眼周っていうのもも完全に今死後ですけども こう書きますね願集、えー、これで願集と呼びますま願、あ、集って一言で言うと恥じらいっていうことなんですけどこうただの恥じらいじゃなくてまあ、例えば陰で死ぬほど努力してるけど絶対その努力を人に見せないあるいは恵まれない人に高額の寄付をしても絶対に自分の名前を明かさないっていうそういうまあ謙虚さの行き着いた先の恥じらいのことを願集って言いますね願集のある人っていうのはまあ謙虚さ謙虚なんでもうやる気がないように見えるもんなんですよ でも中でも二宮君のこのやる気のない感じというのは半端じゃありませんね。ただそのやる気のなさというのは、あのクリント・イースト運動が認めた世界に通用するやる気のなさなんですけども、伊予島からの手紙の次に、えー、二宮君が出演したのが、富士の連ドラ、えー、背景父上様。 えこれ2年前の優しい時間と同じ黒本総の脚本で、あの二宮み君のためにえ書いたドラマなんですけども、これはあの同じ黒本総が1995年に証券萩原健一のために書いたえ全略を袋様のリメイクと言われています。あのー、まあリメイクとは言われてますけども、これ共通してるのは。 舞台が立ち退きを迫られている東京の古い料亭であることそれから主人公がその料亭の三番板前板前の三番手であることそれから板前の一番上の花板一番偉い板前が梅宮達夫料亭の女将さんが八草薫であることそして周りにすっごい怖い顔をしたトビの人たちがいるってこの5つぐらいですね共通しているのは。でまあ人物配置とか料亭の,の設定っていうのはかなり変えているのでそこまでリメイクってことじゃないんですけれども。 僕両方 dvd を持ってよく見比べてるんですけど圧倒的に背景中様の方が面白いと思います。まあ、この、個人的な意見なんですけども、この背景。 父上様というのは二宮君のまあドラマの最高傑作であるばかりでなく僕的には21世紀に入って作られたドラマで前に言った木村拓哉のグッドラックそれから安倍博寛の結婚できない男と並ぶ三大傑作ドラマなんでちょっと詳しく話させていただきます。略1975年の「前略おふくろ様」の,の舞台は木場だったんですけどもまあ当時はほとんどのドラマがそうだったんですけど撮影はセットで行われてこの木場の街もほとんどがこう詰めた絵でセットで撮られているんです ですけどもそれに対してこの背景父上様っていうのはもう全編あのリアルに舞台の神楽坂でロケしてます、まあ、映画やドラマではよくその場所を盗むといってもう手近な便利なところで撮ってそれを。 えー、神楽坂のふりをするって場所を盗むっていうんですけどこう場所を盗んで撮るっていうことが普通よくやることなんですしこのドラマは場所を盗んでませんもう実際の場所で全部撮ってますで両手の中だけはセットなんですけどその料亭のセットから一歩出ると神楽坂の楽園模様小所って通りなんですねだからもうリアルさが半端なかったです。 このドラマ「拝啓父上様」のドラマを演出した宮本理恵子さんという、まあ、女性のディレクターなんですけどこの方は実はあの脚本を書いた倉本総と同期全く同い年のもう一人の大脚本家山田太一のお嬢さんで、えー、例えばですけど「最後から2番目の恋」とか「最高の離婚」とか「流れ星」とか傑作のドラマをたくさん演出している、まあ、僕が尊敬する、えー、女性演出家の方なんですけども。 あのとにかくこの人は町を撮るのがうまいんですよあのどのドラマでもで中でも結作してるのがこの背景父親様で例えば神楽坂の美沙門様とかそれから隣にある隣町にあるあの日仏学院とかそれからまあ下のお堀端にあるカナルカフェとかもう実際のそういうところを位置関係も正確に全部撮っていてすごい正確な感じでしたね町の描写が。 あ,のあと隠れ坂って今言った日仏学院とか隣にあってこの日仏学院というのはフランス政府の公的機関なんですけど、えー、その学校があったこととそれから町が坂道で石畳の町でパリのモンマルトルによく似てたことから昔からフランス人に愛されていてフランス人がたくさん住んでる町なんでいいフランス料理いもいっぱいあるんですよ。でこの「背景中様」のドラマの音楽を担当した森山良子とピアニストの島摩謙っていう人はこのドラマのために。 すごいフランスの香りのするシャンソンっぽい曲を当ててるんですが書いてるんですけどこれが両手の話なのにすごいマッチしていてもう音楽が素晴らしかったですねがこのドラマで何と言っても素晴らしかったのはやはり二宮君の演技です。あのこのののドラマの二宮君って7年も修行している板前の役だから まあやる気がないっていうのとはちょっと違うんですけども何しろ周りを固めている役者さんたちが二宮君にぐいぐい迫ってくる人たちでまあえお母さん役で元芸者の高島玲子を筆頭にこの両手のおかみさんの八草香るそれから若女将のえ岸本香子えそれから。 えー、実際にはこれ実年齢は2つ年上なんだけど役の上では4つ年下っていう設定になってて板前見習いのカンジャイトの横山優、えー、恋人役の黒木明哉そのお父さん役の作家の、えー、奥田英二それから、えー、トビーの。 えー、町毛豊か芸者の木村太也とこういった人たちがですねもう全編にわたって全話、えー、二宮君を振り回しまくるので二宮君は最初から最後までずっと困った演技をしているというもう困困惑惑がが押し続けている、えー、その困惑ぶり良かったんですよねあの第5話だったと思うんですけど、えー、こんなあの下りがあります。 八草薫扮するおかみさんが若女将と大喧嘩して家出しちゃってだけどお金持,ない持たないで出ちゃったんでこう嫌がる二宮君に私の部屋に忍び込んでちょっとお財布持ってきてって言ってもう二宮君はすごい断るんだけどまあ渋々料亭のおかみさんの部屋に忍び込んでお財布取ろうとしてたらそこを梅宮達夫に見つかっちゃって「おかみさん家出した」って言うんでみんなが探し回るその捜索本部が置かれてるところに引っ張り出されて「お前おかみさんかまってるからどこかまってるんだ」ってもうみんなから質問されるんだけどまあ後 翌日二宮君がさっき言ったあのお堀端のカナルカフェでたそれてるとそこ通りかかった松重豊がやってきてで二宮君に話しかけるんですよでそ,その時の松重豊の言い草というのが一見筋が通ってるんだけどこうむちゃくちゃなことを言うんですね。夕べは殴っって悪かった あんたは若いのに根性できてるね最後まで口を割らなかったのは立派だそれに比べて俺は最低だ俺もおかみさんに同情しててもしも俺なんかでも頼ってきてくれたら体を張ってかくまおうと思ってたそれをあんたが見事にやって解けたそのことがえらく悔しくて悔しがっている自分に腹が立って無性に腹が立ってだから俺は殴ったあれはあんたを殴ったんじゃない俺を殴ったんだわかるな って言うんですよ。二宮君です。と二宮君。心の声は。分かりませんって言うんだけど、顔だけは。すごい困った顔して。はいって言うんですけど、この時の芝居は。本当に面白かったです。これ何度見ても笑えます。あの。まあ、実は。あの、前の前略を袋様でも、あの、はい、証券萩原圭一は。室田秀夫とか川谷拓三って言ったもう東映の悪役の小わもの俳優に。脅されすこまれて、何度も困惑してるんですけど、しかし。あの。 それよりもこの二宮君と松重拓僕松重拓っていうのはこのドラマで初めて知ったんですけどこの釈藩っていう飛びの役はもう当代の当たり役だったと思うんですがこの二人のやり取りの方が面白かったですね。<laughs> あの かつて作家の三島由紀夫が東映のヤクザスターのヤクザの映画の大スターの鶴田浩二の演技を表して困惑の男性美って言ったんですけども三島由紀夫の説によると困っってててるる顔をしてる時の男が一番セクシーだって言うんですよ去年の大河ドラマの「カラマクドローの13人」の前半の方の小栗旬君って報じをしてきてずーっと困った顔しててこれ結構セクシーだったんで僕もこの説に一理あるんじゃないかなと思うんですが。 だとしたらこれも日本一の困惑役者はもう第二の鶴田浩二は二宮くんですよもうその困った演技というのがまああの半端ないそして中でも背景父親様というのはもうその困惑ぶりが続けたというかもう全編困惑してましたねつまりさっき言った伊予島からの手紙のやる気のない感じそしてこの背景父親様で見せた困惑ぶりやる気のざさと困惑 これが二宮和也君っていうまあ役者を語るうのキーワードだと思うんですけどこんな個性を持った役者って日本に他にいないんですよね去年「マイファミリー」っていうドラマ高視聴率でしたでこれも娘を誘拐されてずっと全編困惑してる役だったんですけどこれ放送された後で二宮君が TBS のインタビューで確かこれ林修先生の番組だったと思うんですけどあの聞かれてすごいこと言ってました。 台本を覚えないんです明日このシーンをやりますってなった時にそのシーンを読んで筋は入れてセリフは基本的には現場でダーッと言ったものがセリフになってる、えー、だから台本が流出したら大変なことになると思いますほとんどセリフが違うからって発言してるんですね、まあ、これでもまあこれ二宮君のテレっていうか今言った眼臭だと思うんですよね <music> 二宮君二度起をしている あの、さっき言った大脚本家の倉本総っていうのは、実はセリフ特に語尾にこだわる人で、あの、倉本総と、あの、テレビプロデューサーとして長く一緒に仕事して、後に上智大学の教授になった宇井博義っていう人が、こんな話をしてます。あの、優しい時間で二宮君の父親役演じた寺尾のこの人も名優ですけども、この人は最終回で倉本総が書いた。 ようというセリフをやーって言ったら黒松層が激怒して二度とキャスティングしなかったんだそうですで、そんな倉本層のドラマに二度出てるってことはもう、えー、二宮君がどんだけ正確にセリフを言ってたかっていうまあ言おうと思えば言えるって証だと思うんですよね僕が一緒に仕事をした潜水艦カペリーニ号の冒険という ドラマでニオミヤ君が演じたのは第二次世界大戦中の日本海軍の海軍少佐の役なんですけどもあの日本に物資をはるばる届けに来たイタリアの潜水艦の潜水艦乗りイタリア人の潜水艦乗りを自分の家に預かるっていう、えー、役ですで。彼は中西部官としてイタリアに何年か住んでたことがあるのでイタリアがペラペラって設定なんですが、まあ、イタリア人たちが何を企んでるかをあの知るためにこう上官から。 イタリア語が喋,てる喋れることは隠しておけって言われるんですねで我慢して喋らないでいると、えー、二宮君がイタリア語は分かんないだろうと思っていたイタリア人たちは一緒に住んでいる二宮君の、まあ、美しい妹の有村霞君をどうやって口説くかなんてあの <laughs> 相談をしてるんだけど二宮君は、まあ、イタリア語喋れないから、まあ、ずっと我慢して困った顔してずっと聞いてるんですがもうついにちょっかい出されそうになって堪忍袋のおが切れてすごい勢いでイタリア語で早口で長セリフを怒鳴るシーンがあるんですけど。 このシーンを撮った時にイタリアの役者たちイタリア人の役者たちがすっごい監視してましたね発音があまりにも正確なんでで他にこのドラマでイタリア人イタリア語の長セリフをバーッと巻き立てる場面が2つあるんですけどあと、えー、いずれもこのイタリア人たちに言わせるともうセリフがもう発音からエロキューションから完璧だったそうなんですよ。で 撮影の間に僕二宮君に結構しつこく「どうやって練習したのどうやって練習したの?」って聞いたんですねあんまりこう練習しないっていうタイプの人だと聞いてたんでそしたらまあ彼がしぶしぶいや実は家でスマホに向かってスマホの翻訳アプリに向かってイタリア語のセリフを言って正しい日本語の訳文が出たらそれは発音が正しいってことだから正しい訳文が出るまでずっとスマホに向かって喋ってたんだっていうことを教えてくれてえまあなんとスマートな頭のいい練習方,だな方法だなって感心したのと同時に。 なんんだむむちゃむちゃゃゃこの人は努力してんじゃんってじっっ思た覚えがあります連ドラではまず今言ったこの「蔵元総の優しい時間と背景父親様」この日本が代表作だと思いますね。でファンの間ですごく人気が高い評価が高いのは実は櫻井翔君と共演した学園もののこの山田太郎物語そして工藤官九郎が脚本書いた東野慶吾原作すごい為替ですけどこの「流星の絆が」が、まあ、評価が結構高いです。 が二宮君の持ち味であるこのやる気のなさっていうのがもう前面に出ているのがこの2010年の「フリーター家を買う」このドラマで二宮君が演じたのはもうへた、えー、れというかやる気がないことこの上ない俺はまだ本気を出していないだけっていうフリーターの役でこれがもう二宮君のキャラクターが、あのー、ぴったりはまってましたね。でこの役は あのお母さんの浅野敦子さんがうつ病になっちゃってそれを支えるためにあの厳しい土木建築の現場であの土木工事の現場でアルバイトを始めてやがてお母さんのために家を買ってあげようとあの正社員になって働く意欲に目,目覚めていくっていう話だったんですけどもう今言った通りぴったりあの二宮君がはまってたんでこの年の連ドラ17.1%で平均視聴率ですこれこの1年間の民放の連続ドラマではテレビ朝日の,あの刑事ドラマの,あの事件もののリーダー に続く第2位の視聴率を上げていますじゃあ映画のこの1本は何かって話なんですがこれいつも書いているこれヤフー映画とかフィグマークスの祭典で実は今最も評価が高いのはまだ上映中だと思うんですけどこの現在やってる「ラーゲリーより愛を込めて」っていう作品ですねこれでしかもこれ今の時点で22.7億興行収入上げてるんでもう大ヒットですこれ。 まあ、オフィシャルに演技が最も高く評価されたのは実はその、えー、ジャニーズ事務所で初めてアカデミー最優秀主演男優賞を取った岡田純一2014年の永遠のゼロでしたが岡田純一に続いて2年連続でジャニーズ事務所が主演男優賞を取ったこの「母と暮らせば」二宮君が取った「母と暮らせば、えー」これでアカデミー主演最優秀主演男優賞を取ってますあの監督は山田洋次監督です。この 映画でニュービー君が演じたのは原爆で亡くなった原爆とかで亡くなってしまった長崎大学長崎の医大生。 の役でしたね。で、あの、だいぶ経ってから、夜苗の,のお母さんの枕元に現れる幽霊の役なんですけど、まあ、これ正直言って僕の趣味の映画ではなかったですが、この二宮君の演技は、ま、肩の力が抜けてるっていうか、一言で言うと、幽霊の役だから、体重を感じさせないお芝居をしてましたね。僕、すごい感じした、しました。あの、見てみてください。体重を感じないってこういうことだっていうのが、わかると思います。 最近面白かったのはおととしの、えー、日本アカデミー賞の,あの主演最優秀主演男優賞にノミネートされた朝だけです、ね、これ家族全員が消防士であるとかあるいはラーメン屋とかレーサーとか極道とか泥棒とかもう傑作な家族写真をセルフタイマーで撮ってその写真で日本の写真の最高峰である木村伊兵写真賞っていうのを撮った、えー、浅田雅史っていう実在の写真家カメラマンの家族を描いた 映画なんですけどもう一体どうしてこんな映画を撮ろうと思ったんだろうなんでこんな映画を撮ろうと思ったのかって想像がつかないぐらいオリジナリティがある。他と何どんな映画とも似てないオリジナリティのになる作品でした二宮んがあの,の両親を演じたこの平田光と、えー、吹雪純この4人の家族が本当にいい感じでしたねあの緩くていい感じなんですよでこの映画はです、ね、ラストが もうまるでドリフのコントみたいなカッカラカッカカッコンみたいなチャンチャンみたいな終わり方しててこれ見られたら絶対最後みんなええって言って頭戻ってもう一回見ようと思い,思いますよあのそれぐらいぶっ飛んだ終わり方してるんでこれぜひご覧になってください気持ちのいい映画ですえそれからもう一つ演技的にはですね2018年の検察側のえ罪人 この映画で、まあ、その二宮君がです、ね、その犯罪者役の佐藤、えー、よしっていうものかなあれ佐向よしさんを尋問するシーンの、まあ、迫力っていうのがものすごかったですねこれこれまでのやる気がないとかあの困惑とは全く違ったベクトルの演技をしててあのびっくりするぐらいの迫力でしたで、えー、これ主演は木村拓哉君木村拓哉と共演してるんですけど木村拓哉を差し置いてアカデミー最優秀上演男優賞にノミネートされてましたね が二宮君の映画でこの一本っていうとやっぱり雄島からの手紙だと思うんですよこれはアメリカのアカデミー作品賞にもノミネートされているので作品としてももう出来はあのー、保証まあ折り紙付きですしそして、えー、何よりクリント・イーストウッドがもう絶賛したもうお墨付きを与えた二宮君のそのやる気のない演技っていうのが人物の造形っていうのが素晴らしいと思います。ですからこれは 2007年の1月に放送された「背景父上様」ドラマを見てそのわずか1か月前から公開された硫黄島からの手紙を見るという二宮和也奇跡の1か月を追っかける見方というのがいいんじゃないかと思います食事についての描写っていうのはすごくやっぱそのイタリア人の家族の話っていうのにものすごくやっぱり役に立ってるっていうか効果的に使われてるっていう感じがするんですよね。 毎回のお願いで恐縮ですけどもチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。